ギャディオネス食肉工場やん。これちょっと厳め。ちょっと高低差あるマップ厳めやねんけど、どうしたらいいんこれ。上が 1,2,3? はい。上4、下3か。嫌やな、これ。いきなりおったけどな。まぶしい。アメスがいかれたな。ジャパン代表として負けるわけにはいかん、これは。ええ話したな。チーターについた。ディサイシブあるかなあ、ディサイシブあるか。きちー。ディサイシブきちー。マジもんできついねんけど、ディサイシブ。バリうまいやん、この人。やばい、さすが中国代表、バリうまい。えぐい。えぐめ。あ、とがめたいな、この人。ライト持ちきついんですよね。ライトからすやけされるから。デッドハートないから。おい潰したいな、これ。2回し1人削ったらワンチャンあるかも。やっぱデドロやな。デトロな気すんな。一回し入ってるかも。おいやばは。キャッチバック入ってんけど。やばい、チャイナ代表マナーが悪い。チャナチャイナ代表民度悪い。おいこいつらやべえ。うへー。ジャパン代表横川選手、華麗に切る。おいジャパンの誇り見せつけていけへん。おいへんし。君は何ですか？やっぱジャパン代表負けなきゃいかへんから。ジェネ守らんといかんからな。人にどつきたいという思いはあんねんけど、ジェネも守らんといかんから。これむずいよ、ジェネ守りながらこれすんの。はい、引っかかったー。気持ちいい。ジャパン代表横顔のセインフェイクが決まったー。さあ、ここはシニーズ救助が、さすが中国代表、素晴らしいチームワーク。小川選手、誰を判断取るのか。使うキラーアーティスト。しっかりとダウンを取っていく。横川選手も食らいつく。さあ、これは残り発電機2台。ここでカラスがヒットしていく。さあ、しかしそこの場所はチニーズスイッチが発動していく。素晴らしいコンビネーション。そして殴っていく。小川選手、素晴らしい索敵です。おっと、これは救助させない。しっかりとイタグルをして、ここはしっかりと殴っていく。さあ、ここは横川選手、キャンプに行く模様です。救助させないムーブ、そしてアーティストをうまく使っていく。しっかりとカラスを打ち込んで発電機を回させない。さあ、横川選手、完璧なキャンプ体制に入りました。どうする？おーっと、ここでカラスがヒット。サバイバーの位置が割れてしまう。さあ、それ見て小川選手、移動ですね。これはしっかりと突撃していく。そしてカラスでダウン。さあ、これどうなる？横川選手、追いかける。さあ、横川選手、ここで勝利が気をしようのか。さあ、ダウンを取っていく。小川選手、足音聞いています。横川選手、足音聞いている。おーっと、これはスプリントバースト、まさかの展開だ。まさかの展開。いやー、小舟はうまいことやられてしまう。小川選手どうなる。あ、これは追い込んでしっかりとダウン。わからないこの大会どうなるのか。ここで一人を削っていく。さあ、これ横川選手追撃の判断です。発電機は止まっている。おそらくこれはチェンジされているという情報が共有されているでしょう。横川選手逃がさない、逃がさないムーブ。しっかりとカラスを当てる。そしてサバイバーの石を吐く。さあ、逆回りだ。どうするサバイバー。さあ、カラスを解除している。きついきつい、取れない、カラスが取れない、なかなか取れないけど、さあ追い込みました横川選手。落ち着いていきましょう。ハチポチです、ハチポチです。はい、ダウン。さあ、残り1人。8角なのか。さあ、ここからは真剣索敵タイム。おっと、ここでサバイバー側が発電機をつけるという判断、まさかの判断。これはまさかの展開ですね。小川選手もこれは予想していなかったようです。さあ、ここは起き上がる瞬間を殴りたいところですね。さあ、追いかける横川選手。この人はスプリントバースだからもうダメです。逃げれません。センチメンタルジャーニーでございます。ということで、勝利したのはジャパン代表横川選手。お見事。おった、よし、オッケー、ジンジ、俺の勝ち。イカチメのアイテム持ってきとんな。イカチメの対戦ありがとうございました。